はい、というわけでネザーに入りました。はい、画面合わせします。そう、なんとね、ほっ、なんといきなりですけど見つけちゃったんですよ。何を、あれ、なんなん、そうそう、これここに引っかかってる、死ぬんちゃん、はい、ここに、うん、あこ、あこ、わかる、チェストがあるの分かる、いや、わかるよ、わかんねん、あそこにレアアイテムが、あ、ごめん、入っているはず、パン食べとこう、あ、骨の、しかも何この黒いの、この黒いの何、すっげえやられる。何分からん、あの毒にやられてる。食べとけ食べてる。ちょっと回復するまで追っていい？うん、いいよ、それまで守っとくわ。うん、っていうかあのあれ、松明つけとく、ここに、これを探したかってん、見てこの石みたいな、これ何、ほらこれもすごくない、あ、ここにポテトおんねんて、ここにポテトおんねんて、これ何やろ、あ、そう、暗黒レンガブロック、あ、ママです。あ、りゅうちゃんです。暗黒レンガブロック、これとりあえず片っ端取ってたんやろ、よし、登れるようにしたろ、はい、よし、失礼、ほらもう宝箱確かめに行って、俺は誰かここ、守っとく、金、そうです、金がね、金がな、7割か8割入ってるはずだね。金ゲットしました。チェスト壊しときます。で、ここに松明置いとくわね。チェストもう一個あった、待って、来た、火の音、何火の音、だからポテトやろ、外に火があるはず、ああで、ここに階段があって、あ、馬、あ、馬、それがあるね、それがあるね、馬の鎧、イエーイ、で、ここに階段がある、来た、大丈夫、これは退治できる、いや、とりあえず剣で退治しよ、ちゃんと剣で退治してる、あ、黒い剣手に入れた、やったね、あ、石の剣ない、待って、電池が少なくなっています、ほら、下見て、電池が少なくなっています、階段下見て、ネザーでしか生えてないってやつが行くよ、あるんやろ、行くよ、聞いてる、そう、取っていかな、これ取っていかなあかんで、ネザーでしか生えてないの、ちょっと通知、で、この土じゃないと、来た、取って、俺骨倒しとくから、オッケー、この土じゃないと、うん、あの、植えれないの、こいつ、来た、待って、敵多い、どこにおるんよ、さっき守ってんねん、このように、お前のとこに、このように、いや、わかるけど、それをどうにかしてから取ろうよ、こっち来て、あ、その土も取りよう、それじゃないと植えれへんねんって、あ、そうなん、そう、いいよ、生きたよ、ほら、これ、ポテト出てくるで、ポテトおんねん、ほら、さっき、あれ、そうやろ、ポテト、そう、あれ、ポテト、初めて見た、うわ、びっくり、はい、どうした、うまいね、ほら、毒食らった、こら、毒食らった、退避かい、え、怖い、音が怖い、お、通せたで、すぐ、え、この奥、何、行ってみよう、ないん、うわ、落ちる、ない、ちょっと待って、見して、あ、え、何の音、ガスとか、うん、横にもなんか、これついこっちかなか、これ閉じて、一回ここチェストどこ、チェストがここにあるから、ダイヤ、馬の鎧が3つゲット目、オッケー、届けよ、ちょっと待って、外になんかおる、ちょっと待って、外になんかおるって、これめっちゃ溜まってない、外、うん、ここになんかおる、ちょっと待ってって、こっち来て、ここにおる、はい、倒した、ナイス、金の剣ゲット、すげえ、ゾンビピックマン倒したあかんやつ、はぁ、あ、怖いよ、ええ、俺死んでんけど、俺死んだで、すぐ行く、うん、来て、毒食らってる、私いいよ、行くぐらい、来て、早く、うん、行く、
今トロッコに乗ってんねん。おい、なんで第一の村で寝とかんの？バカか。ん？あんたバカか。そうなんです、私がバカなんです。何持っとったよ、わからん。いや、だからお前がいらん分を色取ってくれたら。え、これ戻ってる？戻ってるよ。ちゃうちゃうちゃう、あの3点を取る。何を来たで。ナイス。ダイヤの剣最強やろ。強いな。あと1体来た。頑張れ。まい。で？おい。何？終わり。あ、終わり。あ、ガスト、ガスト、逃げろ。反対、反対、反対。見えない。結構広いよ。あー、なんかまたポテトおるで。こっちちゃうか。ポテトの反対側広いで。え？ほらほらほら。何？あれ、マグマのこれ何や？ゾンビピックマン絶対倒すなよ。うん。ゾンビピックマンが守ってる。倒さればいいじゃんこれは。あかんって。倒したあかん。これマグマの何やろ？絶対倒したあかん。反対のポテト行こう。オッケー。あかんわ、骨からや。要左右に何かおらんか確認してからいかんな。なあ、落としてない？残念。なんか木の棒みたいなのあるで。ブレイズロット。ブレイズロット、そう、ブレイズロットがゲットできるの。あ、こっちもポテトおるやん。ポテトおるやん。なんか、なんかあれや、スポナーや。うん。タイマーつけろ。あ、ブレイズロットちゃ、ポテトのスポナーや。すげー、イエーイ。これ拝めたん、いいね。いや、すごい、びっくり、初めて見た。あ、出た。関係なかったか。引き飛ばしてくるで。どうした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 。引き飛ばそう、引き飛ばしてくるの、ポテト。これあれや、タイマーつけても意味ないわ、逃げるで。どういうことかい。え、壊したらよくね。え、まあね。でもブレイズロット戦いたいとどうすんの。まあね。そっちにもおる。飛ばしてこう。ちょっと頑張ってくるわ。何？やっぱ、いやいや、無理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 、逃げて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 、火飛ばしてくるから。その走り方よ。あ、逃げて、マジで。ちょっと戻ろ戻ろ戻るとこどこ。いいやん、もう今日収穫あったよ。いや、もういいもういいもういい、帰るよ。これちょっと漬けさん、あれ行き過ぎた。このレンガちょっと欲しいけどな。いや、これちゃう、こっちじゃない、ここや、ここここ。うん。え、ちょっと漬けさんおらな、怖い、怖すぎる、無理。ほんでさ、一個いい？うん。松明お前が全部持ってるから持ってないからな。あ、そうな。 See you。 え、そういうカエルもマジで。え、とりあえず素材置きに。おい、素材置きに帰らなと。足がしびれたわ。ああ、ちょっと自分の、よし、自分の家に帰ろう、第三の家。誰この緑の苔置いたん。あ、第3まで帰る。え、私はね、だって素材置いとん全部そっちやもん。そういや、そうや。ブレイズロットゲットしたんが嬉しい。あのタコライスさんの動画で見てから、ブレイズロット1回ゲットしてみたいなと思ってて。おい、誰やと6個置きっぱなし。ブレイズロットな、ポテトやっつけれた、嬉しい嬉しいよ。しかも死んだんリュウちゃんだけ、よかったね。うるせー、私最近死んでないからさ、面白いね。ちょっと姉さん面白いやん。ちょっと次はさ、もっといろんなことしていこう。うん、ちょっとみんなでピラミッド見つけるとか、海底神殿見つけるとか、ポーション作るとか。あれ、俺のエンチャント経験値作るとか。俺のあれな、エンチャントできる分を作るとか、いろいろ挑戦していきたいです。お家が一番、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 お家が一番です。ゆうちゃん、きーちゃん、ただいま。第2の家ってどこだ。え、さっき途中でトロッコ乗った場所。あ、あれが第2か。闇のクォーツゲット。そしてですね、なんと待ってね。 あれあげるわ、なんとかロット。馬の鎧を3つゲットしました、おめでとう。これでティーンもティーンもママツも、じゃあティーンもリュウちゃんもココロも馬の鎧を着さして馬で出かけることができます。さすがです。で、なんとなんとブレイズロットゲットしました。
はい、というわけで今日はレザーに行ってきました。いろいろね、素材がゲットできるっていうことは分かった。でもどういう素材をゲットしたらいいのかとか、そんなよく分からないんで、次はね、ぜひ漬けさんと一緒にやりたいと思います。漬けさん詳しいんで、漬けさんよろしくお願いします。じゃあ皆さん、マイクラ始めたよって方、コメント欄にね書いてください。今どんなことをやってるとかね、教えてください。でチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。この動画を見てね。見てね。バイバーイ。見てね。